だらしは1971年7月1日より使用されているガンビアの通貨単位。ガンビアポンドに代わって導入された。レートは1ポンドイコール5だらし。国際通貨コードは GMD。補助通貨単位はブツツで1だらしイコール100ブツツ。2015年11月3日現在の交換レートは 1US ドルイコール38.9だらし。 100円イコール約32.25、だらし。1971年に一部筒、五部筒、十部筒、二十五部筒、五十部筒、一、だらし効果が発行された。当時は一部筒、五部筒が、銅か、十部筒は、真中か、二十五部筒、五十部筒、一だらしは、白銅かだった。すべての効果は、 初代大統領ダウダ・ジャワラがデザインされていた。1987年にイギリスの50ペンス効果をモデルにした新一ガラシ効果が導入された。1998年にジャワラ大統領の彫像が廃止され国賞が採用された新シリーズの効果が発行された。大統領版も現在でも使用可能。1、ガラシ効果は小型化されたが他の効果は 大きさも重量も変更なし。1998年シリーズでは1部塗ツ、5部塗つ、10部塗ツ効果もあったが、現在では通貨価値の関係で25部塗ツ、50部塗ツ、1、だらし効果のみ流通している。だらし効果1971年に1だらし、5だらし、10だらし、25だらし、50だらし、100、だらし紙幣が発行されたが、 1987年に1、ダラシ紙幣が廃止となった。現在のシリーズは1996年に発行され、2001年に再発行された。2006年にガンビア中央銀行は、先代の紙幣よりデザイン、紙質、セキュリティ機能を改善した紙幣を発行した。特に余白部分をカット5ダラシと10、ダラシ紙幣は、 流通寿命を長くするためワニスでコーティングしている。100、ダラッシュ紙幣には偽造防止として表200と刻まれた銀箔を追加した。2015年ガンビア中央銀行は新シリーズの紙幣を発行した。25、ダラッシュ紙幣を廃止し20、ダラッシュ紙幣を導入、また2倍の大きさの200、ダラッシュ紙幣を新たに導入した。これらの新紙幣には全てヤヒアジャメ大統領の顔が、 デザインされている、だらし紙幣、ありがとうございます。